ブリティッシュバーン BB89R は、ブリティッシュバーンレーシングチームが1989年、全日本スポーツプロトタイプカー耐久選手権3、専用に開発、制作したグループ C 仕様のスポーツプロトタイプカーで、ある。1960年代から、様々なカテゴリーで、レース活動を行っていた、米山二郎は、1984年から、JSPC1 本に絞って、 レース活動を行うようになった。1985、86年にフロムエーポルシェのドライバーとして活躍した後、1987年からは自チームから参戦するようになった。マシンはトムス 85C に3.3リットルのフォード DFL を搭載し C2 クラスからエントリーした。1989年はスポーツカーレースにとって天気の年になった。 フィーザーはそれまでの燃費規制のあるグループ C 規定を撤廃し、F1 と同じな3.5リットルエンジン、最低重量750キログラムのマシンを使用する新しいグループ C 規定を発行したのである。米山は1989年シーズンからの新規定に対応したマシンを開発、製作し、C2 クラスから C1 クラスにステップアップを図ることにした。 85C にモディファイを施し、エンジンも DFV から3.5リットル仕様の DFZ に換装した。しかし、JAF は JSPC においては1989年シーズンは新規定を施行しないことを決め、1988年のグループ C 規定で1989年の JSPC を開催することにした。このことは、 メーカーチームに対しては1988年中に伝えられていたが、プライベートチームには伝えられなかった。ブリティッシュバーンレーシングは1989年の開幕戦、富士 500km の特別規則書に新規定のカテゴリー1についての記載がないことで、この事実を初めて知り、ジャフスポーツ1989年3月号で確認した。 ブリティッシュバーンレーシングは JAF に対し、新規定のカテゴリー1カーの参戦を認める、要要望書を提出したが却下され、ブリティッシュバーンレーシングは BB89R を燃費規制のある、最低重量 850kg のマシンとして、JSPC に参戦させるほかなかった。BB89R は1989年、JSPC 開幕戦、富士 500km でデビューした。 開幕戦、第2戦、富士 1000km とリタイアした後、第3戦、富士500マイルで8位に入賞し、3ポイントを獲得した。第5戦、富士 1000km は15位完走を記録。12月に延期された第4戦、鈴鹿 1000km は、エンジントラブルで出走を断念した。1990年シーズンは、BB90R と名を改め、 WSPC 開幕戦、鈴鹿に参戦。予選32位からスタートし、13周目クラッシュにより、リタイアした。JSPC には、第4戦、鈴鹿 1000km から出場し14位完走。第5戦、菅尾 500km、第6戦、富士 1000km はリタイアした。1991年の活動はなく。 1992年のスウィック第5戦、鈴鹿 1000km が BB90R の最後のレースとなったが、エンジントラブルでリタイアした。ありがとうございます。